皆さんこんにちは。プログラミングチャレンジ第4回動的プログラミング第2部、動的プログラミングの問題を紹介します。では、前回のビデオでは動的プログラミングって何ですかを説明して、トップダウン動的プログラミングとボトムアップ動的プログラミングを説明しました。今回のビデオでは、その競技プログラミングのコンテクストでどのような動的プログラミングが出るのかをいくつかの問題タイプを説明し、紹介します。では、今回がよく競技プログラミングで出る DP 問題の種類です。もちろんこれ以上の種類もありますが、まあこれが知ると結構なんかいろいろな課題が、動的プログラミングの使い方が理解することができます。今回説明するのは MaxSum と MaxSum2D とLongest Increasing Subsequence と Knapsack 問題、あとは Coin Change です。で、それぞれのカテゴリーから例を見せて、で、これをなんかこの問題の解決方法を説明しながら動的プログラミングの理解を含めましょう。なお、それぞれの問題を説明してからビデオをポーズして自分でなんかその動的DP テーブルとなんか交換数をどうなるかを考えてみてください。では、まずランジサム問題について。ランジサムって何ですかというと、まずアレイ A を考えてみてください。このアレイの中に N の整数が入ってます。ですね。で、何を認めたいかというと、I と J のインデックスですね。で、その i と j のインデックスの間は、合計が最大です。例えば、アレイ A が 1-3-20-2-5-15-4-6-47-33 ですと、あとランジサムが20-47までですね。20と全部を足すと 20-2-5-15-4-6-47。それは全部足すと合計が77ですね。47以降を足すと合計が減らしますですね。このマイナス30を足すから。-20以前を足すと合計も減らします。ですので、まあ、このここだけの間が合計が最大化ができます。これはどうやって解くことができるんでしょうか。じゃあ、まず全探索で考えましょう。全探索が、あと20ループだけですね。i をループして、で、i ごとに j をループします。ですので、あと、これは o of 2の3乗です。なんで3乗かというと、i をループして、j をループして、で、その間に、i から j の足し算を計算しないといけないので、第1ループが i、第2ループが j、第3ループが足し算です。でそうすると、このプログラムで o of n の3乗となります。これは n が大きければ、例えば n が1万とか2万になると、まあこれはちょっとコストが高すぎますので、もう少し早い方法が欲しいですよね。では。一つの解き方が、サムテーブルです。サムテーブルの意味というのは、なんかその、足し算の、足し算を省略したいっていうことですね。サムテーブルを考えるために、まず、1から j の足し算が、0から j の足し算、マイナス、0から1マイナス1の足し算と同じです。ですので、一回だけ、0から1、0から2、0から3、0から4までの足し算を計算すれば、i から j の足し算を計算する必要がなくなります。プログラムはこんな感じになります。まず st でですね。まずは st を計算しておきます。これは o of n ですね。これは i までの足し算となります。で、次は i と j をループして、stj, i と j の合計が stj-sti-1。で、こう見てみると、こんな感じになりますですね。
A が1にはマイナス3、20で ST が1マイナス2、18、16とかですね。でこうすると I が1と J が12ですと、あの全員なんか合計が42、 I が3、J が10ですと合計が75マイナスマイナス2ですので77ですね。これより早くすること、これはね O of N 乗に N の2乗ですね。前は前探索が O of N の3乗、もう少し早くすることができますか。これはカダネグリーディ法、カダネ法って言いますですね。カダネ法が O of N で、これはサムテーブルとグリーディ法を合わせてアド計算する方です。カダネ法の、基本的なアイディアが、まあ、できるだけ、サムを出したい。あと、大きくしたいですね。ただし、ネガティブに行けば、今まで足したものがもう役に立たないので、0から始まるの方が有利です。ですね。ですので、プログラムがこんな感じになります。まず、サムが0で、回答が0です。で、最初から、合計を計算します。サムがサムプラス AI です。で、アンスが、今までの足し算か、それとも、なんか、今まで最大見つかった起こった回答でなります。で、この足し算がマイナスになれば、その足し算がリセットします。これを見ると、例えばこのケースで4マイナス5、4マイナス3、4、4、4、4マイナス5。で、この足し算がまず4。で、4マイナス5はマイナス1だから0にリセットします。で、次は4、マイナス3、1、プラス4、5、プラス4、9、プラスマイナス4、5、4、9。で、マイナス5、4ですね。で、アンサーがまず4と同じで、で、5になったら、アンサーが5になって、で、ここが9ですので、マックスレンジサムが9となります。では、マックスレンジサムが、MLS が2次元でやりたい場合、どうなりますかですね。まあ、2次元が同じアイディアです。2次元のアレイがあって、ですね。で、このアレイの中に、そのサブアレイ、の、なんか、部分行列の足し算が合計が高い部分行列を見つけたいんですね。例えば、この場合だと、まあ、ここかな、なんか2189のこのサブアレイがですね、これは足し算が、11となります。まあ、ここも11ですね。でも、これ全部を足すと、マイナス4、マイナス1がマイナス5、で、これは11プラス9。マイナス5が、まあ、15となります。ですね。こんな感じで計算したい。前と同じ回答方法が使うことができるでしょうか。まあ、ちょっと考えてみてください。二次元だと、カダネ法はちょっと使いにくくなりますが、まあ、前探索でアイディアが同じですよね。あと、I と J をループして、で、K が I から A のループして、で、L が J から A のループして、で、全部を足して、その部分メトリック行列の、足し算を計算ができます。これは N の6乗ですので、あまり N が大きくするとこれは無理ですね。前と同じように、サムテーブルを作れば少し早くすることができます。ただし、2次元でサムテーブルをすると問題があるんですね。例えば、A まで、A をの足し算を計算したいと、0から KL の足し算、マイナス0から KJ、マイナス0から KI。これを計算すると、この D の部分が2回引くなので、合計が低すぎになりますですね。だから、ABCD マイナス BD マイナス CD で、その2回引いた D をもう一度足すことが必要です。ですね。こうすると、サムテーブルの方法を使うことができます。ですね。じゃあ、まずはサムテーブルを作ります。ですね。サムテーブルが IAJ。ですね。
で、両方を足して、ダブルサムを引きます。で、次は検索ですよね。i から j、0から n で、kl から i から n。ちなみにこれはね、Python みたいなんですけど、これは Python じゃないですよね。気をつけてください。これはただのシュードコードです。で、sum が st で、で、まあ、その、マイナス、0から i と0から j までを引いて、で、d をなんかもう一度足します。まあ、sum テーブルとの二次元版だけです。では、次の問題を紹介しましょう。次の問題が、longest increasing subsequence、LIS です。LIS が A のインタジャー、A の整数のアレイの中から、A のサブセット S を見つけないといけない。ですね。サブセット S が、あと S1 が S1 プラス1より小さい、S1 プラス2より小さいとかで続きます。例えば、A がマイナス7、19、2、3、8、8、1の場合ですと、一番大きな increasing subsequence がマイナス7、2、3、8。レンスが3、4ですね。ここはレンスが2ですね。これは最大の subsequence にならないですね。なお、レンジサムと違って、subsequence が隣同士である必要がないんですよね。だから、これはランジサムよりちょっと難しい問題となります。じゃあ、まず自分で全探索とリピテーブルを考えてみてください。ビデオをアンポーズして、考えたらアンポーズしてください。では、LIS の全探索について紹介しましょう。ですね。LIS が、なんかそのサブセット見つかってくださいのように、全探索がアレイの、なんか、バイナリーアレイ、バイナリーサブアレイの、パブ、すべてのパーミテーションを見つかることとなります。ですので、LIS の全探索のコストが2の N 乗になります。ですね。で、あと、ループが、まあ、ビートストリングで、検索してみます。i から0で、で、i が、すべての位置をやってるビートストリングまで、で、i をプラスプラスにします。ですね。で、こうすると、まあ、そのビートストリングからサブセットを作って、で、そのサブセットが、あと、インクリーシングであるかどうかをチェックして、で、インクリーシングであれば、それを回答する。なんか、それはサイズを計算する。インクリーシングでなければ、まあ、それをブレイクすることです。これは、まあ、全探索。N の2の N 乗です。では、2の N 乗はやっぱり大きすぎますので、DP 法をちょっと考えてみましょう。DP 法を作るには、テーブル、DP テーブルと、移行関数です。今回はまず移行関数から説明しましょう。LIS の移行関数が、それぞれの AI について、オプションが2つがあります。1つが、その AI が、新しい LIS の始まりです。もしくは、もう存在する LIS の続きです。ですので、それぞれの AI について、なんか LIS の続きであれば、どの LIS に追加しているかをテーブルに保存することが必要です。だから、なんかそれは DP テーブルを作ることができます。親テーブルが AI に対して、前の一番長い LIS の親を書きます。で、DP テーブルが、この AI を含めた最大の LIS のサイズを入れることを入れます。ですね。この2つすると、なんか、こんな感じになります。そのこと。0から N。まあ、この DP は N の2乗、N の O of N の2乗となります。で、LIS は最初はテーブルはすべて1となります。つまり、最初はすべてのアイテムが自分の LIS の頭と考えられます。で、親が最初は全、みんなはマイナス1。みんなは親がないという感じです。で、i が1から n にすると、まあ、それに対して、それぞれの i に対して、すべての前のアイテムを見ます。
ですね。だから0から1、0から2、0から3、0から4、0から5を計算します。ですね。で、J に対しては、LIS の J が LIS の I より大きければ、そして J が I より小さければ、I が J の後に来るということがわかります。それで、なんか LIS I をアップデートして、で、I のパレントが J にすることが決定します。まあ、これは N の2乗のアルゴリスムです。なんか微分探索ですと、O of N log K のもっと早いアルゴリスムがあるんですけど、まあ、今回はそれを勉強しません。で、あと表がこんな感じになります。ですね。マイナス7が親がないから、10が親が0、マイナス7。で、LIS のサイズが2。9がマイナス7より大きいなので、親がマイナス7になってサイズが2。9は10より大きくないから何もない。2もマイナス7。3がマイナス7より大きいなので、まずマイナス7の親にしてサイズが2。でも2より大きいなので、親が2にしてサイズが3となります。ですね。で、8が、3より大きいですので、サイズが4となります。ですね。で、8がこの3と同じで、で、この1がそのマイナス7より大きいなので、サイズが0、LIS が2となります。じゃあ、次の問題を見てみましょう。これは、ナップサック問題ですね。ナップサック問題が、まあ、ナップサック問題のもう一つの名前がサブセットサムとも言います。サブセットサムとナップサック問題が、まあ、似ているような問題と考えてください。同じく A の I セット、A アイテムのセットになって、で、それぞれのアイテムがサイズ S と、あとコスト V があります。で、その A からの中にサブセット X を選択しないといけない。で、そのサブセット X がサイズが M より小さい。で、コストができるだけ高い。ですね。これは一番最初の、なんかショッピング問題、なんかウェディングショッピングと似ているような問題ですね。ただし、ウェディングショッピングが V がなかったので、ウェディングショップの V がみんな1と考えることが同じとなりますですね。で、例えば入力は A が10と100、4と70、6と50、12と10。で、M が12の場合だと、回答が4、70と6、50。これはなんかコストが70と50となります。ですね。じゃあ、これについてウェディングプロブレムと考えて、DP と全探索を考えてみてください。まあ、ナップサック問題の全探索が、前の LAS も LAS 問題のと同じように、サブセットを探すことですので、全探索のコストが2の N 乗となります。ですね。なんかバイナリストリングで全てのサブセットを検索するからです。で、今回が、なんかその全探索が再帰関数で解けます。再帰関数が ID とサイズです。ID が追加したアイテムと、サイズが、そのコストと、今まで、使っているコストです。で、これはなんかそのウェディングショッピングとすごく似ているような感想ですので、まあ、これを省略します。で、ナップサックのトップダウン DP が、ウェディングショッピングのトップダウン DP と似ているです。ただし、ウェディングショッピングがカテゴリーがあるので、カテゴリーが簡単でしたですね。ナップサックがカテゴリーがない場合はどうしますか？まあ、一つのアイディアが、カテゴリーが、お金に変わります。ですので、上が、カテゴリーじゃなくて、どれぐらい使ったお金です。で、下が、どのアイテムを検討しているんですね。で、最初は0を使ったお金が、まず、アイテム1を使った場合だと、あとお金が10までいきます。ですね。で、アイテム2を考えると、0とアイテム2が4までいきます。で、アイテム1とアイテム2が超えますので使えないですよね。で、アイテム3を計算、
考えると、あと、アイテム2とアイテム3と0とアイテム3とかと、アイテム1とアイテム3。それを、まあ、それぞれ追加すると、どんどんテーブル、あと、テーブルを書くことができます。ですね。で、最初が全てのアイテムをキントしたときに、なんかこれを探して、コストの高いと値と一番高いことを探します。なお、気をつけてください。M が DP テーブルにすると、M が大きくすると、まあ、無理となります。だから M が大きければ、M が DP テーブルにすることができないんですね。だから、この DP テーブルをするときに、M かけるアイテムの数をキントしてみてください。テーブルが大きすぎない、大きすぎるではないか。テーブルが大きすぎる場合ですと、何をするかを考えてみてください。じゃあ、最後は、あとコインチェンジプロブレムを紹介します。コインチェンジプロブレムが前のサブセットサムと似ているような問題となります。なんか、目的の予算 V、目的の値 V があって、で、A のコインサイズがあります。で、できるだけコインの、少ない方で V を足してみたいですね。まあ、ナップサク問題と違って、コインプロブレムがそれぞれのコインが何回も選択することができます。それはまあ大きな違いとなりますですね。例えば V が7であれば、で、A が1345とすると、まあ、7で作るのは、なんか例えば11113と511331と43。これはすべて7まで足すことができます。で、回答が、S3 です。ですね。じゃあ、これは全探索でどうやって解けますか？考えてみてください。ナップサークと違って、これは、コインが何回使うことができますので、なんか、バイナリーストリングの全探索、全パーモテーションで解くことができません。ですので、再帰関数を使います。再帰関数が V の値の再帰関数となります。で、NV が1コインプラス NV マイナスそのコインの値となります。例えば、V が7で、で、1円のコインを使うと次は N6 で探してでまた1円を使うと次は N5 ですね。これはグラフのなんか最短経路の探索と似ている感じです。 V が0であればもうこれは0コインで解くことができますですね。0より小さければこれは間違っている回答です。戻りますですね。じゃあ、それぞれのコインに対して、t が1、まあ、そのコインを使う、プラス、そのコイン数、value a-1 ですね、再帰。これ間違ってるんですね。これ、change じゃなくて、コイン数ですね。すみません。ここは間違ってます。で、t は mean より小さければ、mean をアップデートします。で、最後に t を返します。なんか、v で何コインで作ることができました。まあ、これは結構大きな再帰関数なので、もう少し早いDP を使いたいですね。DP はなんかまあ、トップダウンとボトムアップででもできます。前は再帰関数だったので、再帰関数でトップダウンを作るには、この再帰関数についてトップダウン DP を作るのはすごい簡単だろうかと思うので、ボトムアップで作ってみます。ですね。ボトムアップ DP がなんか表が C、コインの、コインの種類と、すみません、コインの数と V が値です。で、この DP の意味が V まで C のコイン数で足すことができますか？で、これは True False となります。で、最初は 0コイン数で値が0で、これは True ですね。0コイン数でなんか値が0を達成することができます。で、ループが while ループとなります。ですね。すべてを回しします。
1は、追加して、で、0から V、あと J が0から V まで出ていきます。ですね。で、i-1V、なんか、上のコイン数、なんか 1-i-1 コイン数で、その V までを行くことができます。ですね。なんかまずそれぞれの J のコインを脱出することができます。で、それは possible を true にして、で、J が星の V であれば、見つけました。ですね。なんか答えを見つけました。で、あとは、あと、J プラス K すべてのコイン数を true にします。全部で、なんか全部の i を回して、possible が見つからなかった場合だと、なんか回答がないということが理解しました。まあ、こんな感じですね。例えば、V が7で、A が1、3、4、5ですね。じゃあ、0コイン数が true、0が true です。ですね。じゃあ、1コイン数が、A プラス1が、1が true となります。で、A プラス、0プラス3が、3が true となります。0プラス4が、4が true となります。0プラス5が、5が true となります。ですので、1、3、4、5が true です。じゃあ、2コイン数ですと、1プラス1が2が true です。1プラス3が4が true です。1プラス5が6が true です。1プラス5が、あ、すみません。1プラス4が5が true。1プラス6が6が true。で、次は、4、3ですね。3プラス1が4が true。3プラス3が6が true。3プラス4が7が true。で、7が3プラス4って見つけたので、これはもう本、答えなので、これで戻ります。ですので、このテーブルですぐ3プラス4の回答が見つかりました。ですね。はい。で、この、まあ、このテーブルですと、なんかすべての0、1、2、3本じゃなくて、オールドとニュー行が、あと、足すことができます。じゃあ、今回の授業をまとめると、まあ、動的プログラミングを勉強しました。動的プログラミングが、なんか探索アルゴリズムの一つと考えて、で、アイディアとしては、メモリーを使って、なんか、テーブルを使って、なんか同じ答えを何回を繰り返すことは避けるために、計算、リカルクレーションを計算します。で、あと、DP が2つの種類、主に2つの種類があります。トップダウン DP とボトムアップ DP ですね。トップダウン DP が、全探索で、まあ、なんか、再帰関数にメモリを追加します。ボトムアップ DP が、フォアループで DP テーブルを書きます。もちろん他の書き方もありますが、まあ、本当に DP 何も知らない人、初めて見てる人が、まあ、この2つのやり方を考えると分かりやすいかもしれない。で、DP を作るには、まず DP 表を作って、次が、移行テーブルを作ることです。ですね。DP が、まあ、最初は分かりにくいんですけど、競技プログラミングに結構も DP が、DP 問題が多いんですので、DP がマスターできれば、まあ、競技プログラミング結構強くなります。じゃあ、次のビデオでは、前週のコメントと課題について、今週の課題についての、説明します。